はい、皆さんこんにちは、ワナルグルビジです。では今回は新ギレンド野望復活のララ続きをプレイしていきたいと思います。前回までにですね、地球寒冷化作戦としたアクシズを地球に落とす作戦を実行しました。アクシズは地球に落下させることができたんですが、地球を寒冷化させるという本来目的に関しては十分に果たせなかったというね、ことで、これからですね、連邦軍と全面戦争に入っていくという局面になっています。一方、アムロを含めですね、ニュータイプへの呼びかけを行って、合流を果たさせていますので、今回からはですね、アムロも使ってプレイの方していきたいと思います。では早速宇宙侵攻作戦を発動していきましょう。これより宇宙侵攻作戦を開始する。艦隊の出撃準備整っております。了解だ。全艦隊連邦軍宇宙基地へ向け進軍を開始せよ。目指すは地球圏の掌握だ。アクシズによる地球寒冷化は果たせなかった。だが地球圏が受けた衝撃は計り知れず、連邦軍艦隊は混乱に陥る。シャアはこの機を逃さず連邦軍の宇宙拠点へ向け自らの艦隊を発進させた。ネオジオンと地球連邦軍の全面戦争の口火が今切って落とされようとしていた。はい、というわけで宇宙侵攻作戦を行っていきます。中立になっているところを無理やり制圧すると国際世論が下がってしまって、この国際世論が下がってしまうとアムロが離脱してしまうので、そこだけね、注意をしながらアプレイの方を進めていきたいと思います。でもうニュータイプ、特にアムロだったりララーのアルパージール、シャアのナイチンゲール、かなり強力であることはね、ここまでプレイの中でも確認してきてますので、まあ、ニュータイプのキャラクターを中心に、まあ、まず一つはですね、ソロモン、現コンペイト、ここを攻略する部隊、まあ、さらにサイド6からグリプス、この辺りを攻略する部隊といくつかにニュータイプを分けてですね、一気に、そして同時に進行作戦を行っていきたいと思います。では早速時間を進めていきましょう。報告します。我々の元に志願兵クエスエアが合流してきました。ニュータイプとしての資質には恵まれていますが、兵としての自覚が著しく欠落しているため、実戦には当面出さず作戦部で保護観察いたします。ほう、ニュータイプの少女か。興味深いな。総帥、ジオン共和国西部内の協力者からクーデター支援の要請がありました。計画が成功すれば武力を用いずにサイド3を支配することが可能です。クーデター支援計画を提案します。はい、まずクエスの話出てましたね。これはニュータイプ不足しているのでありがたい。サイド3のクーデター計画はこれ早速実行しましょう。クーデター計画実行して、ありがとうございます。サイド3を無傷で戦闘なしで手に入れられれば御の字ですね。ついでに各搭載モビルスーツ GP02 の再装備計画、これもやっちゃいましょう。まあ、使わなければ国際世論が下がることはないので作るだけ作ります。はい、余剰核兵器の搬出を急がせます。さて宇宙侵攻作戦ですけども、計画を練りましたので、ちょっと計画をご紹介して一気にね、戦闘を進めていきましょう。まずシャアのナイチンゲールですが、コンペイト、まあ旧ソロモンですね、ここを担当してもらいます。でサザビーに乗ってるイリア、これ今サイド3のクーデター計画出ましたけども、一応これサイド3方面に向かわせる予定でした。で、アルパージールの方は暗礁中域を抜けてですね、まあ、この先、まあ、ルナ2の部隊と合流して、グリプス、この辺りをね、攻略してもらおうと思っています。で、ルナ2には排入ガンダム、アムロの排入ガンダムも今輸送中です。これもね、輸送完了したら、グリプス、あるいは、ここにあるですね、サイド4、この辺りを攻略担当してもらおうと思っています。では、時間を進めていきましょう。
もうこのシャアのナイチンゲールの火力があれば恐るるものなしと言っていいと思うんですけど、まあ、一気にね、ここは部隊を送り込んで、制圧戦へとつなげていければいいかなと思います。まあ大部隊にはなりますけども、それでも大半の部隊をですね暗礁中域あるいはスイートウォーターに温存しておこうかなと、まあ、全部の、ね、ユニットを動かすと相当数なユニット数にはなっているので多少面倒だというのもありますので、ニュータイプをうまく使ってですね効率よく進めて、ね、いければいいかなというところですかね。そうするとイリアのサザビーは、まあ、一応サイド3の方に向かわせますか。まあ、サイド3を無血解除させるっていうのを見たことがないので、まあ、このままうまくいけばおそらく無血解除できるんでしょうが、もしできなかった時に、ね、改めて部隊を送り込むとなると、まあ、それなりに時間がかかってしまうというのが予想されますので、まあ、そうならないようにですねイリアのサザビーを念のため向かわせておきましょう。報告します。月都市より資金提供が打診されました。世論の良化が要因だと思われます。開発部より新兵器の開発が終了したと報告がありました。開発部の報告をご覧になりますか。これは GP02 ですかね。そうですね、まあ、すぐに核を使う用意はありませんが、まあ、物としては持っておきたいかなと思います。ザクシー型核武装追加、こういうのもあるんですね。では続きを行っていきましょう。宇宙侵攻作戦順調に進んでいます。ルナ2の方にはアムロ、これが用意できていると思いますのでアムロを使ってグリプスかな、グリプスの攻略の方に入りましょうか。こちらですね、グリプス。でその他ここは、まあ、危ないといえば危ない、周りがね、地球が近いということもあるし、敵がね押し寄せてくる可能性もあるのでモビルスーツを作っておきましょう。ギラ動画、ギラズール、今のネオジオンの主力モビルスーツですね、これをいくつか念のため用意しておきましょう。アムロの配入はグリプス攻略の方に専念してもらいたいと思います。まあ、こんな感じでね地球からどん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 敵の部隊が打ち上げられてくるんで、まあ、休まる暇がないといえばないんですよね。報告します。ジオン共和国政府内の協力者がクーデターに成功しました。新政権はネオジオンへの支援を表明しており、サイド3は我々の支配地となります。報告します。支持率向上の影響で将兵の戦意が大きく向上しています。はい、サイド3、まあ、ジオン本国って言っていいと思うんですけども、まあ、ここに関してはネオジオンの勢力圏内に入りましたということで、サザビーをこのままサイド3に向かわせる必要がなくなりましたね。なのでサザビーを転身させましょう。まあ、月方面に向かわせればいいかなと思います。もしくはここかな、サイド5もまだ敵の手中にある状態なので、まあ、月を経由してサイド5に向かわせましょうか。まあそれとそうは言っても敵の部隊もいるっちゃいる方なので、これも潰しておきましょうか。まあそういう意味ではサザビーを連れてきて、まあ、正解だったのかなと。他いないですからね、舞台で。サザビー一気でサイド3を守ろうかと。まあ、そういう構えですね、今ね。報告します。木星船団が帰還しました。現在は中立の立場を崩しておりませんが、今後の動静には注意が必要です。報告します。木星船団より資源提供が打診されました。世論の良化が要因だと思います。木星船団の動きが活発化してきてますね。まあ、柔道を手に入れたいので、外交強化、
これをしっかり行って世論の、ね、指示を受けておきたいと思います。まあ、同じく臨時配給も行って国民の戦意を向上させておきましょう。ではまずは月グラナダを制圧してしまいましょう。グラナダの制圧完了で、サイド3に進行してきていた連邦軍、これも撃退しましたので、サイド3一体を、ね、制圧圏内を攻めていきます。でソロモンの方、まあ、現コンペイ島ですが、ここは今シャアがもう突入してますので、後続で部隊を入れて一気に制圧戦を、ね、完了させてしまいたいというふうに思います。まあ、順調そのものと言って、いいと思います。ルナ2の方はアムロの排入ガンダムを向かわせているんですけども、ここも、ね、敵が進行してきていますが、撃退はこのままできそうですので、ルナ2の方も安泰かなというところですね。まあ、暗所中域一帯がですね、ちょっと敵と揉み合いになっている状況ではあるんですけども、まあ、ここもアルパージール入ってますので、これで、押し返せるかなというふうには思っています。まあ、物量でも勝っているし、兵器の質でもね、我々の方が優勢と言っていいと思いますので、このまま力で押し切っていきましょう。アナハイム社よりグラナダからの撤退要請が入っています。見返りとして開発技術を提供するとのことです。グラナダからの撤退か。グラナダはですね、資金も資源も2000ずつ入ってくるんですが、まあ今資源もお金も困ってるっていうことはありませんので、グラナダからの撤退要求一旦受け入れましょう。必要であればまた制圧します。はい、直ちにグラナダ基地より軍を撤退します。報告します。先頃帰還した木星船団が我が軍への支援を申し出ています。支援というのは具体的に何なんでしょうね。それも気になりますが、まずは忘れないうちにグラナダから撤退を確実にしておきましょう。撤退してるね。グラナダからは撤退。では続きをプレイしていきましょう。サンザービーも撤退して、少し動きを変えていきましょうか。サイド5もこれで制圧完了ですね。サイド5にはリュウネイのヤクト動画を向かわせていましたが、無事制圧完了です。宇宙侵攻作戦もね、ここまでむちゃくちゃ順調に来ていると言っていいんじゃないかなと思いますね。ギラズールもギラ動画も数がちょっと不足してきているので、どっかでまとめて作っちゃってもいいかもしれないな。コンペイ島は今ね、攻略中ですね。まあ、ここは次のターンで、いよいよ攻略は完了できるかなというふうに踏んでいます。なのでここまで、まあ、グラナダは返してしまいましたけども、グラナダサイド3、そしてこの旧ソロモンコンペイ島ですね、ここの制圧が進んでいて、アムロの排入ガンダムが今名前が出てこない、グリプス、グリプスにね今向かっているという状況ですね。ルナ2は防衛戦です。まあ、ここは難なく防衛できると思います。戦闘を、そしてソロモンの攻略戦、ここもね、ソロモンの攻略ここで決めちゃいましょう。戦闘を再開します。ちょっと中身がわからないですけど、この人がで結構硬いんですよね。ああ、それでもジェガンか。まあこれで潰せるな。まあ、回復量も多いというのもあったのでしょう。ここで終わらせます。
残っている部隊、そして要塞施設、これも破壊して終わらせます。シャアのナイチンゲール、ララーのアルパジュール、アムロのハイニューガンダム、これだけでもう地球圏をね制圧できるぐらいの戦力になってますんで、あとはまあミスがないように効率よくね進めていくだけかなというフェーズに移っています。あと見れてないイベントとかもね、この後回収を進めていきたいと思います。その一つに樹洞、これの合流見ておきたいかなと思いますね。ではシャアで中心部を制圧、さらにあと一つ残ってる要塞のね施設、これも破壊してしまえばコンペイトの制圧が完了です。さあこれでコンペイト旧ソロボンの制圧が完了。レズンもねレベル20に到達しててもかなり強いですね。だいぶ数が減ったようだね。はい、敵部隊の反応はありません。旧ソロモンを制圧。報告します。月都市より資金提供、グラナダからは撤退しましたけど資金はね提供してくれてますね。はい、というところでね、今回宇宙侵攻作戦、具体的にはソロモン、サイド3、月面からは撤退しましたがグラナダ、ここの制圧を行いました。この後なんですけども、まあ、さらにね、宇宙侵攻作戦を継続させて、まず最初にこのサイド砲、さらにはグリプス、ここを制圧してですね、一気に我々のね、勢力圏を広げていければいいかなというところですね。サイド5も制圧しましたね。では、次回また宇宙侵攻作戦の続きをプレイしていきたいと思います。